「カムカムエブリバディ」始まりますだけど「おかえりモネ」に夢中になっていて全然予習ができていないですヒロインが3人ってこと上白石モネさん深津絵里さん河江里奈さん今のところ私が知っている情報は これだけなので、公式サイトに飛びます。ふむふむあらすじは「カムカムエブリバディ」で描かれるのはスコ・るいひなたという3世代の女性たちが紡いでいく100年のファミリーストーリー1925年日本でラジオ放送が始まった日に岡山の和菓子屋橘に生まれた安子家族や周囲の人々に愛され育ち やがてラジオ英語講座に出会う。安子は恋に落ち、結婚。さまざまな試練が安子に降りかかる中、いつも安子を支えたのは、ラジオ英語講座と立花のあんこだった。安子の娘、ルイの物語は、昭和30年代の大阪から始まるとある理由から、自分らしく自由に生きていきたい。と願い、岡山を飛び出し。 自分のことを誰も知らない。新天地、大阪で新たな人生を歩んでいく。ひょんなことから、道頓堀の小さなクリーニング店で住み込みで働くことになる。大阪での新しい景色や出会いが、ルイの日常を鮮やかに彩り、人生を切り開いていくのだった。ルイの娘、ひなたの物語は、昭和40年代の京都から始まる。昭和から平成。 そして令和へ。3世代ヒロインはその時代時代の試練にぶち当たり時に世間や流行から取り残されながらも恋に仕事に結婚に自分らしい生き方を不器用ながらもそれぞれが違う在り方で見いだしていくそして3人の傍らにはラジオ英語講座があったなるほど。 上白石萌音さんの娘が深活恵里さんってことですか。なんか不思議ですね。登場人物も多そう。名前とかを覚えきれるかな